皆様こんにちは。本日は10月15日土曜日、時刻は16時17分です。今日は冬越しの準備としてお花をいくつか2階のベランダに移動しました。どんなものを移動したのかご紹介します。まずはラナンキュラスのラックスです。これは大事に育てているので特に寒さに弱くはないとは思うんですけど、2階のベランダに移動してきました。で、昨日の動画だったかな、ラックスシリーズまだ芽が出ていませんっていうことだったんですけど、今日見たらこんな感じで芽が出ていました。この緑色のポチポチしたのが新芽です。セイロンライティアです。クレマチス、サンパラソル。サンパラソルはもっと寒くなったら室内に入れます。カリブラコア、こちらもセイロンライティア、お花が咲きそうです。ハオルチア、日当たりの良いところに持ってきました。品種の重症のクレマチスレッドスター、日当たりが悪いところに置いていたので、ちょっと土の表面が苔が生えちゃってるみたいですね。もうここに新芽がわずかに見えてるんですけど、ちょっと肥料どけといた方が良さそうですね。生きるか死ぬかの瀬戸際なので肥料どころじゃないですね。あとはベゴニア、これももっと寒くなったら室内に入れます。あとこの辺もラナンキュラスラックスです。カリブラコアのティフォシーエレガンスシリーズです。これは根茎性ベゴニアの桜ベゴニアです。今こんな感じですごく大きな葉っぱがついてますけど、もう少ししたらこれ落葉するんじゃないかなと思います。もっと寒くなったらこちらも室内に入れます。この2階のベランダは割と朝から日が当たるので、我が家では特等席なので、大事にしているクレマチスやラックスを置いています。他にも洋蘭類などもあるので、少しずつ冬越しの準備を始めています。寒くなってからだと慌ててしまうので、もう今ぐらいから徐々に徐々にやっています。こちらは間引きしたビオラのビビです。間引きしたせいか、なんか急に一つ一つが大きくなったような、成長しているような気がします。この辺は2回目に種まきしたパンジーのインペリアルアプリコットシェードです。発芽してきてますね。この辺もそうだと思います。ちょっと土が乾き気味なのが気になりますが、もう夕方なので明日の朝これは水やりをしたいと思います。液体肥料を薄めにしてやろうかなって思います。こちらは種団子ミックスです。ヤグルマギクを間引いたので、だいぶ他のものが成長してきてくれているように思います。ヤグルマギクはやっぱり邪魔ですね。これももう移植しちゃうかもしれないです、はい、ちょっと気持ち悪いですけど、これリトープスです。大きくもならず枯れもせず、毎年脱皮をしてこのまんまキープしてるっていう感じです。ちょっとこれ以上どうしたらいいのかが私もいまいちよく分かってなくて、何年もずっとこのままです。こちらガーデンマムジジのロイヤルミックスです。買った時はつぼみが多かったんですけど、だいぶ咲いてきました。すごく綺麗です。菊っていいですね、最近特に思います。寒さに強いっていうのがいいですよね。今日もずっとその冬越しの準備をして、階段何往復もして、これいつまでできるかなって思っちゃいました。こちらも菊ですけど、とても綺麗かなと思います。こんなところからも
芽が出てきてすごい生命力ですね。こっちもハイビスカスのプチオレンジ、バッサリ剪定しました。刺し芽にしようと思って剪定した枝、今水につけてるんですけど、ちょっとプチオレンジは育てるの難しかったです。アブラムシが本当にしつこくて、お薬やってもスプレーしてもダメで、土に混ぜ込むタイプやってもダメで、殺虫剤入りの肥料やってもダメで、結局綺麗に咲いてくれなかったんですよね。残念ながら買った時が一番綺麗でした。こちらは去年刺し芽したハイビスカスなんですけど、ちゃんとこのサイズでもお花が咲くので、来年はこのプチオレンジもこんな感じでミニサイズで仕立てて、こんもりと可愛く咲かせたいなと思います。プチオレンジはあんまり背丈が高くない方が見栄えがするかなって思いました。今年は普通に育てて、かなり1メートルぐらい背丈が伸びてしまったので、伸びてしまったって、まあそれが普通なんですけどね。